ドリームチェイサーです。今回は妖怪ウォッチのビックラタマを開けてみたいと思います。まだメラメライオンだけ出てきてないので、出てきてくれたら嬉しいな。では開けていきます。はるくんよろしく。もうね、よし、出ました。こうしていい？うん、レベルでいいよ。じゃあ、入れていきまーす。はい、どうぞ。今日は私はメラメライオンに出てほしいんだけれども、二人は何が出ると思う？俺もメラメライオンに出てほしいな。あきは何が出てほしい？俺、ジバニャンやった。またジバニャンなの？ジバニャン一回出たよね。うん、出た。出たけどジバニャンがいいの？うん。そっか。あ、シュワシュワってる。うん。ビバニャンがいい匂いするね。いい匂いだよね。出てこない。まだボコボコしてる。俺、触ってみていい？うん、いいよ。まだわかんないね。入れといて。触ってもいいよ。触ってもいいけど、まだ中見えなかったね。ちょっともう一回触っていいか。あとはもうちょっと待って、お楽しみ。もしかしてメラメライオン？ぽくない？ちょっと俺、取ってみていい？うん。洗ったら、洗ったら落として、落として。うん。見えるよ。どうした？やったねー！メラメライオン！よーいよーいよーい。かっこいい。忙しい、目覚まし、らっしゃいましーのメラメラをやってました。やったね。目覚まし、目覚まし、らっしゃいましー、メラメラよ。いいね。ちゃんとお洋服もしっかり着せられてて、かっこいいメラメラよです。